前行ったらさっき喫煙ルームでなんだっけなんかこういうかっこいい子をしてて普通に棒に帰らって感じでね。大変申し訳ないって感じ。お茶か、お茶、お茶用意したり、あ、お茶よりさ、なんか甘ったるいものが欲しくなったんだ。で、こうサラサラと回っとった。美味しいのかな。なんだろう。どう。これは南アフリカのな、伝統的なルイボスティーだな。よいしょ。これだ。これな、ウェルチのブドウだって。あ、こなんだろうかな。あ、そっか。ジャスミンティーか。よいしょ。いろいろ買っちゃったな。どうしようかな。ちょっと、ジュースのカクテルで甘いものを補給しちゃおうかな。ルイボスティーと、あ、違った、ジャスミンティーか。ジャスミンティーと、ブドウポリフェノールな、これ。ここはどう映るのかな。こうな、これな、これ。ブドウポリフェノールと、こんな、あれ、いかないな。電気つけた方がいいのか。これね、ポリフェノール、ワインとか飲まなくてもいいっていうね。南アフリカのお茶ね、これね。それで。これか、あ、これじゃなかったかな。ん？これだ、サラサラトマト。これでジュースのカクテル。あ、ジャスミンティーな、ジャスミンティーで、ジュースカクテル作っちゃおうかな。ちょっと大変だったね。欲しいよねって、それおバカちゃんじゃんってよ。そういうバカルディじゃない。あれは一重カクテルだよ、バカルディって言うのよ。パパ大切りとか、モヒートとか作るやつやな。今サマーズになってるってよ。そんなのありかよ。サマーズかよ。ホロコイカ、なんだ、ヘルシールイボスティーか、ルイボスティー入れちゃおう。これで、怪しげなカクテル飲んでんな。ジュースだけどね、ノンアルコール。喫煙ルームで、こう、カフェオレこぼしちゃって、これ。こぼしちゃってさ、困ったな。腹水盆に帰られたらフロントさんに迷惑かけたな。フロントさんは一瞬メガネ女子になってて、ああ、いや俺がメガネ女子ファンだってことをバレたのかなと思って、で、歴代メガネ女子っていうか。まあ、親しくしてたメガネ女子っていうのを思い出して懐かしいな。まあ元カノと、元カノのメガネ女子なんていたかな、たくさんいるじゃんっていうな。まあ奥さん役の元カノのメガネ女子と、
あ、こっちから帰れるのかな。で、なんだっけな。なんだっけ。あ、そうか、これな。奥さん役のメガネの女子と、訪問看護師の人かな。あ、メガネ女子だな。最低3人は思い出したんだけど、ここのフロントさんもそっくりなんだよな、メガネかけてる。で、もう一人さ、どこだっけな、学校に炊き出しに行ったことあるのね。炊き出しっていうか、バザーっていうか、俺敵屋じゃないんだけど、敵屋さんではないんだけど、まあ自分たちのなんていうの、互助会のまあお茶とかおやつとかの資金を集めるために文化祭みたいなところに、地元の、ね、岡山県の文化祭みたいなところ、何年前かな、もう10年経っちゃうのかな、行ったんだよね。そしたらさ、そこのブラスバンドめっちゃかっこよくてね、女子ばっかりなんだけど、ブラスバンドのメンバー当時はな。で、そんなか、そのブラスバンドの演奏が、まあ俺の娘か妹っていう感じじゃないな、どうなんだろうな、姪っ子ぐらいの年頃の女の子たちが、いや今いくつになってるの、あの頃中学生だろ、中学校にバザーに行ったんだよね。敵屋さんではないけどね、行ったんだよ。そしたら、なんだかな、ブラスバンド行ってね、ブラスバンドの演奏がね、あれみたいだったぜ。そのブラスバンドのゆかりの町の、フォークソングをやってて、まあ民謡なのかな、フォークソングなのかな。それがね、意外と南アフリカのな、こういうルイボスティーの主に飲まれるとこの、ルイボスティーの主に飲まれるところの、なんだっけ、地域出身のジャズマンの、南アフリカので地域のジャズマンのアルバムで Water from Ancient Well っていう曲があるんだけど、そういうのそっくりな、大感動しちゃうような、演奏してたブラスバンドいたんだよね、中学生の。だけど中学校でもそこにメガネ女子の可愛い子がいたんだ。でもこの子たち当時中学生で未成年だから、あんまり、中学校だな、高校はなかったんだな、小中一貫校で、まあ私立の高校なんだけど、そこにメガネ、ブラスバンドのすげえ可愛いメガネ女子がいたな。そうだ、ちょっとまああんまりハラスメントっていうか、そういうつもり、この内側にはあったんだけど、声かけ、ハラスメント的発言をやめようと思って、それで、なんだか、ハラスメント的な発言は、いや、しないように心がけて、そのブラスバンドに、かっこよかったねって言ってね、俺が作った CDR あげたんだな。ブラスバンドのメンバー分、ね、メンバー分か、メンバーよりちょっと多めね。だけど、俺たちはほうれん草カレー作ってたんだけど、そのバザーでな。で、食いに来たんだよ。で、なんだっけな。本当はチキンのほうれん草カレー作りたかったんだけど、結構、なんていうの、スパイスカレーっていうの、まあ、俺、カレー作るときはスパイスから作るから、ちょっと、インド周辺の、インドパキスタン周辺の
ほうれん草カレーに近くなるんだけど、色的にはあんまり緑緑してない、かなりほうれん草に立てて、あの茶黄色に色が変わるぐらいまで煮立てたから、これほうれん草入ってるのかなっていう色なんだけど、ほうれん草カレー作ったんだ。で、そうそう、ポパイって、あ、そうそう、ほうれん草入ってるからポパイの看板なんか画用紙に書いて、そのバザーで売ったんだけど、その俺がすげえ可愛いなと思ってたブラスバンドのメガネ女子が食いに来たんだよ、そのバザーに、カレー食いにな。で、ほうれん草、チキンのほうれん草カレーくださいって言ったら、もう売り切れてたのか、作ってたのか、なかったのか、材料がなかったのか、チキンとポークのほうれん草カレー作ったんだけど、作ったと思うんだな、チキンのほうれん草カレーも作ったの、カレー、それで、あ、そうだ、チキンのほうれん草にブラックビーンズが入ったよな。なんかこれ南米料理なのか、インド料理なのかよくわかんないみたいな。南米の人ってあれや、ブラックビーンズとか、まあひよこ豆とかブラックアイドピーズとか入れて、あ、ご飯と一緒に炊いてな、レッドビーンズとかな。レッドビーンズと一緒にご飯炊く場合は味付けあんまり赤飯っぽくないけど、食った感じな。レッドビーンズ、レッドビーンライスとか、ブラックアイドピーズライスとか、ひよこ豆のなライスとか、まあそういう豆入りのライスを炊くんだろう、南米の人。俺、米の方に豆入れたか、カレーの方に豆入れたかははっきり覚えてないんだけど、どっちに入れたんだろうな。まあ、そういうカレーライス作った、ほうれん草な。で、画用紙にポパイの絵描いて、ポパイ、あんまりポパイっぽくないんだけど、ポパイの、ポパイのほうれん草の、ポパイとほうれん草の缶詰開けて、ぐーっと飲むとさ、オリーブをギャーっと、助けに行くじゃん。ブルドッグみたいな、ポパイのブルドッグみたいな面したポパイがさ、それで、まあ子供、今のキッズはポパイなんか見るのか見ないのか分かんないんだけど、それで、もうちょっとこれがいいと、もうちょっとこれがいいと。今のキッズはポパイなんか見るのか知んないけど、オリーブは誰だっけ、あの相手のポパイのライバルがいるんだよ、あのガタイのいいヒゲ面の、それにオリーブがよくさらわれるんだよな。それを助けに行くときにポパイがほうれん草の缶詰をバッと開けて、ガーッと一気飲みして、それでグッとマッチョになってガッとなって、それであのオリーブを助けるんだけど、うん、白い服着てあんまりテーブルマナーが悪いとダメだな。で、そうか、それで、なんだっけ、あ、そうそう、オリーブ、ローランド&オリーブって、あ、オリバーってわかる？オリバーとオリーブって関係あるのか知んないんだけど、まあ、ローランドな、英語でローランドっていう、まあローランドって男の子の名前だし、オリバーっていうのも男の子の名前なんだけど、まあローランドとオリバーは喧嘩してて勝ったり負けたりするね。で、英語の言い回しでローランドしちゃうっていうことは、あれ、しっぺ返しな、オリバーに。で、オリバーにしっぺ返しすることをこう、いや勝ったり負けたりするよね、ローランドとオリバーはな。多分そうだったと思うんだけど、まあローランドっていう楽器メーカーあるけどね、エフェクターメーカーとキーボード作ってるのかな、子会社ボスとか言うんだけど、それでローランド&オリバーか、
んな喧嘩ばっかりしてんだけど、まあオリバーとオリーブって関係あるのかなと思ったんだな。途中まで綴り一緒じゃん。だからポパイにとってオリーブっていうのはオリバーなのかとか思ったんだけど、それだとなんかねえの、オリバーの女子名がオリーブなのかな。そんな女子名の女の子、オリーブって名前の女の子がいるかどうかは分かんないんだけどな。まあノッポの結構華奢な女の子、スレンダーな女の子なんだけど、オリバー、あ、オリーブっていうのかな。オリーブ、オリーブっていう、どうだ。だけどあの、なんだろう、オリーブの首飾りか冠かっていうのは平和の象徴なんだな、和平のな。そうだ。で、オリーブが、ポパイのライバルにさらわれるんだ。それを助けに行くのはポパイ。オリーブを取り返しに行くんだな。それをポパイは何だって、まあその画用紙で書いたか、まあ10年くらい前かな、10年以上前なのかな、俺はっきり覚えてないんだよ。で、画用紙で書いた、なんていうの、このこれはトマトの缶詰なの、トマトジュースの缶詰なんだけど、トマトジュースの缶詰にこれね、穴開けて穴開けてボング作ったような形にして、ポパイがボング片手にあのほうれん草の缶詰で、缶詰の空き缶であのボング作って、美味しいっすよとかいうような感じの看板作ったんだよ。そんな中学生でその看板見せていいのかとか言ってな、この網こうとか言って男子生徒から罵られたんだけど、まあいいや、飴こうはねえよな、飴玉買えばよかったねっていう、そんな感じ思い出しちゃったよ。その歴代3人のメガネ女子な、ここのフロントにいるメガネ女子で歴代4人目だね。メガネ女子シリーズ、メガネ女子ファンとしてはちょっと懐かしかったなっていう、このジュースのカクテルを飲みながら、ジャスミンティーのこれか、ルーブリーチョコラ、という感じです。チュース、チュース、よいしょ。ビジネスホテルの寂しい一人親父っていう構図なんですけど、こういうジュースの、ジュースやお茶でカクテル作って飲んじゃってるよっていう。で、甘いもんばっか食ってると親父、甘いもんばっか食ってると親父は、ああ、甘いもん、親父甘いもんばっか食ってるぞ、あれだぞっていうな、なんだっけ、まあいいや、その駅ビルに、この町のワッフル屋があって、ワッフルか、取り留めのない適当な話を続けるっていう、ワッフルトークかよ、こういうな。これなんだろう、ワッフル、ワッフルどれ食ったの、夜食のスイーツだ、よいしょ、和食スイーツ、
かった。ワッフルな。ワッフルか。いや、まあ、いったんだけど、はあ。シナモンワッフル。一つだけ残ってたから、ちょっと買っとかなきゃと思って。もっぺん焼くの大変だろうから、道のりだから。なめもんばっか食ってて人工透析の目に遭っちまうっていう。大変だよ。シナモンワッフル。じゃあ、焼きリンゴのワッフル。それもちょっと、試しに食っちゃう。一口ずつ食って明日の朝飯にしような焼きリンゴワッフル味が分かってんのかよって、焼きリンゴか、縁日とかで楽しみにしてたな。今度の縁日つなんでやるとか言って焼きリンゴの屋台来ないってなる。今ワッフルで焼きリンゴ味があるのか、これは、アーモンド、猫ちゃんキャラ好きだよ、アーモンドアイテが好きだよ。蜂蜜人形か。今味分かってるのね、味合わせのこと。というわけで、こういうジュースのカクテルを飲みながら。夜中のお夜食、あ、これ開けてみる、あ、開けてみる、まあ、朝食の味見をしてみましたっていう、はぁ、あ、大変だよね、アルコール入ってないよ、チュース、寂しいおじさんっていうこんな感じっていう。